ああ、まだこの辺の方がマシかな、雰囲気的には。ちっちゃ。皆さん、おはようございます。ただいまの愛のトーン時刻は2022年11月19日土曜日の午前7時45分です。本日はイベント開催のお知らせがあります。11月も後半に差し掛かって、より一層秋の季節の深まりを感じるようになってきましたね。この秋の豊かな収穫を祝って、11月24日にサンクスギビングのパーティーを開催します。当日は一流のシェフをお招きして美味しい料理を振る舞っていただきますので、皆様どうぞご期待ください。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。霧がすごくね。え、めちゃくちゃ霧すごくない？何事？朝早いけんってこと？まあ確かに動物の森でね、動物の森内でこんな朝早くに起動したことなかったかもしれんけど。ごきげんよう、愛のサンタフン。話しに来たよ。今日は天気も良くて、まさしくお散歩日和ですね、ダフン。天気いいのか。天気いいのか、わからねえ。お散歩日和かな。迷子になりそうな気しかしないんだけども。どういう基準でお散歩日和？あ、霧の中からトタケキが。そういう演出かっていうぐらい。アイナか、勝負するなら一戦バッチコイだぞの心。何の勝負だ？おしゃべりしよう。早起きって気持ちいいよな。ついでに朝一で筋肉を動かすともっと気持ちいいんだぞの心。こういう朝早くからでもお仕事はやっぱりあるんでしょうか。こっちはもうすごくいい天気やね。おかえり、アイナ。事務所で匠さんに挨拶してきなよ。そしてあれだな、海岸にいる人たちも朝早いね。確かに旅行先とかやったら朝早くから行動せんかったらちょっと時間がもったいない感じするか。おはよう、アイナちゃん。今日もいい一日にしましょうね。さあ、またしてもちょっと服装変えようかな。違う、そっちじゃなくてこっち、こっち。ロッカーで着替えようかな。お仕事コーデを変えます。じゃ、またやったことないやつ、これやっけ。タクミライフのロングワンピース、かわいい。え、めっちゃかわいいんだかこれ。超かわいいね。とりあえずこれで OK。 いいね、あの服、今までで一番好きかもしれん。さあ、仕事をします。あれ、もしかしてナッティさんチョコ食べよる？あの、アイナちゃんどうしたの？お仕事する？します。オッケー、それじゃあ制服に着替えてね。かわいい。実はついさっき新しい施設を作る許可が下りたの。おお、マジで？しかもなんとレストランとカフェの2つ同時にね。おお、あなたが別荘作りのお仕事を順調にこなしてくれたおかげよ。この島に飲食店ができれば遊びに来てくれる方も増えるはず。早速作りに行かなくっちゃ。まずはどっちを先に作ろうかしら。メインストリートに面したレストランか、海辺のカフェか。じゃあまあとりあえず、まあ、順番にやっていこう。レストランで。レストラン、そうね。まずは美味しいものをお腹いっぱい食べられる場所が必要だわ。それじゃ現場へレッツゴー。ここ？さあ、レストランの予定地に着いたわ。通り沿いで立地条件は抜群よ。じゃあ今回も最初に外観を決めましょう。アイナちゃんお願いね。こういう施設はあれやね、なんかこういうのも楽しいし、周りに物を置くとかいうのも考えんでいい感じが。どうしよっかな。レストラン。白い屋根。でもな、赤とかにしよっかな。赤。で、壁が、どれがいいかな。ベージュかわいい。
ダークブラウン。おしゃれだな。こっちなんかカフェっぽい感じかな。ダークブラウンにしよっかな。なんかどっちも可愛い。ベージュかダークブラウンがいい。どっちにしよう。ダークブラウンで一つ進めてみよう。ドアは？ライトブラウンかわいいな。緑もいいな。赤もいいし。この縦の列がいい。赤、緑、ライトブラウン。赤やったらなんかちょうどいい感じじゃない？周りの枠とも。でもな。ライトブラウンにしよう。サンシェード。あ、この辺も変えられるんや。どうしよう。これなんかめっちゃラーメン出しそう。ね、そんな感じするよね。モカチックおしゃれ。でもなんか、レストランというよりはカフェな感じがする。レストランやっぱこの、ね、この辺の、ストライプ柄がいい感じの。ほぼストライプやけど。グリーンにしよっかな。ちょっと待って。やっぱこっちかな。で、こんな感じで。どうしよう。ドアもこれでいい？ライトブラウン。これで。この外観で OK？ OK です。とっても素敵ね。それじゃあ中に入りましょう。さて、次は内装のコーディネートね。なんか向こう側にもあるんですけど。なんか部屋？レストランに必要なのは飲食スペースと調理場の2部屋よ。あ、そういうこと。それぞれの部屋に必要な備品は、十字キー右の中のオーダーでチェックしてね。ところで、こういうお店ってムードが大事じゃない？お部屋全体の雰囲気って、ライトの色や明るさでガラッと変わるものよ。模様替えモードの左ボタン。で、ライトの調節ができるようにしてあるから、ぜひムードのある空間を演出してみて。じゃあ、今回も頼んだわよ。作業が終わったら私に声をかけてね。レストランを作ろう。なるほど。なんか椅子がしょぼい気がするんよね、ちょっと。こっちのアンティークな椅子の方が良くない？こっちよりさ。アンティークに変えようよ。絶対そっちの方がいいって。いや、でね、待って。モロッカンのトレイテーブルも可愛いけど。クロス付きラウンドテーブル。今の、この小さめのやつよね。S とかやと思う。ホワイト、グレー、グリーン、ピンク。あ、可愛い。ワインレッド、ゴールド、ライトブルー、草花柄。草花柄でいこうや。で、ああ、ムジペールブルーめっちゃ可愛くない？ああ、オレンジギンガムも可愛いな。グリーンギンガム。ああ、ギンガム系いい。ダマスクブルー綺麗。ああ、ブラウン、なんか上品げな感じでいいな。待って、どうしよう。最初にいいと思ったムジペールブルーでいこっかな。爽やか系？よし、これでいくわ。なんかちょっとあれやな。床の主張が激しいというか。どうしよっかな。まあ、とりあえず4つ。これもうちょっと薄い色にできんかな。ナチュラル、ブラック、ナチュラルで。ああ、いいんじゃない、いいんじゃない。で、これを、何脚ぐらい？こんぐらいかな。どうしよっかな。ピアノとかも配置したいなと思うんよね。出入り口のすぐ近くって嫌かな。いや、まあ、いっか。で、この辺にも。でもなんかこう、四隅に置くっていうのもちょっとな。真ん中の方にも置くよね。
あ、でも真ん中は通路として開けるものかな。うち真剣に考えるやつ。今とりあえずこう設置したんでいっか。え、なんか、どうしよっかな。ピアノをここに設置するか、真ん中に設置するかで悩むんやけど。いや、まあ、こんな感じでいっか。なんか真ん中のこの席ちょっと邪魔な気がするけど。まあ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 。それで、スクリーン。スクリーンとかで仕切ればいいのかな？スクリーン。え、仕切るとしたらどこだ？待ってよ。いやー、でもなんか違うな。いらん。いらねえや。これ何？レジカウンターね。いるいる。え、レジカウンターってこれだけ？ちょっと待って、これどういうやつ？あー、なるほど。めっちゃシンプルやね。レジカウンターは、ここにいるよね。ここにいりますよね。で、レジはレジ。あ、外にゴミ袋とかも置きたいな。あ、で、ちゃんと、上にね、乗せておこう。テーブルセッティング。あ、四つやっけ。あ、違う違う違う。床で回すな。と、こういう感じで。まあ、なんか一人分ずつやけど。そこは気にせず。んで、あ、レジ、レジ。なんか三つある。アンティークなレジ、液晶レジ、レジ。アンティークとかの方が綺麗なのかな？ああ、まあ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 、雰囲気出る？これもなんか変えれる？変えれるな。ゴールド、シルバー、ブロンズ。あ、ブロンズ良くない？ああ、ホワイトもいいけど。どう？ああ、まあ、ブロンズでいいかな。この台は？ちょっと待って、邪魔。これも変えれるね。ライトグレー、ピンク、ライトブラウン、ダークブラウン、ホワイト、ナチュラルウッド、ホワイトナチュラル、ダークグリーン、ブラック。ダークブラウンぐらい？だとしたらこの上のやつ変えた方がいいよね。ホワイトにしよっかな。ああ、いいんじゃない？でさ、床とか変えたいよね。壁紙と床。茶色いホールの壁。あー、なんか明るくなった。青いパネルモールド。あー、いいね、いいね、いいね。グレーのパネルモールド。緑。あー、緑もいい。赤レンガ。いや、おしゃれやけど。黒レンガ、白レンガ。あ、白レンガもいいな。レトロなレストランの壁。あ、いいんじゃないの？あ、これいいんじゃない？うん、これにしよう。シャッター閉まっとるやんけ。で、次、ちょっと床。なんかめっちゃあるね。これはこれで可愛いけど、でもカフェって感じやね、この辺は。オリエンタル。うん、レトロなレストランにするよ。で、床はこの辺から？ダークなパーケットフローリング。あ、なに？めっちゃ飛んだんですけど。イグサの縁の下で絶対違う。コンクリート、チューブを、テラコッタタイル、オレンジレトル。なんか違うな。でも、パーティー。全然違うな。でも、この中やったらさ、テラコッタタイルになる気がするな。なんかちょっと思っとったのと違う。ちょっと待って、こっちは？床。ライトなパーケットフローリング。この辺ぐらいの方がいい気がするんよね。こっちは？エリンボーン。ちょっと違うかな。
ナチュラルフロー違うね。違いますね。アラベスク。あ、これいいんじゃないの？どう？あ、これいいと思う。うんうん、これでいこう。あ、で、この辺に、あれにしよっか。あの、ピアノ置こっか。ピアノってどの辺？家具のとこかな？ピアノ、ピアノ。ピアノ。あ、あったあったあった。グランドピアノ。白系の方がいい気がする。ホワイト、オルナット。あ、オルナットもいい。チェリーもいいな。でもどう？ホワイト。なんかちょっと違うな。なんかちょっと違うな。チェリーは？オルナット。オルナットぐらいかな。ちょっと待って。これ横の人らめちゃくちゃうるさい気がするけど横の人ら超うるさい気がするけど、どうしよう。一つ席なくす？一つ席なくしてあっち側に寄せよっか。よし。じゃあちょいこの辺こっちなくしてこうしよっか。これならいいやろ。オッケーオッケー。椅子は？ピアノ椅子、ピアノ椅子。遠いなぁ。この辺か？え？どこ？あ、この辺、この辺。ピアノの椅子。で、これもちょっと色を。多いな。レッドぐらい？いや、黒の方がいいかな。ブラウン。黒。ブラウンかな。なんかな、ちょっと色合わせたいよね。でも、まあ、これが一番、まだしっくりくる？やっぱピアノの色が違うんかな。ホワイト。ブラックかな。ブラックでいくか。どれやってもなんかしっくりせん気がするけど。ブラックにはレッドいい感じな気がするよね。んで、あとは、でもまあこんなもんでいいかな。あ、そっか。電気は電気。オーダー。あとは、あ、店員さんとかって立つとく？どんな感じかな、店員さんって。こういうお店の。なんかちょっと安っぽい感じの人しかおらんくない？安っぽい感じの人しかおらんくない？なんかこう。かわいい。コックコート。めっちゃかわいいんやけど、これ。もうこの辺立っとる人ってそういう感じの服装じゃないよね。あれはキッチンにおる人って感じよね。フードショップのユニフォーム。なんかこの辺ね、思いっきりなんかファストフード店っぽさが漂っとんよね。割烹着は違うやろ？まだ、ダイナーのユニフォーム。なんかそれも違う気がするんやけどな。それも違う気がするんやけどな。どれも微妙よね。どう？まだこの辺のベスト付きシャツぐらいの方がいい？あー、まだこの辺の方がマシかな、雰囲気的には。ちっちゃ。なんか店員さんめっちゃちっちゃい気がするけど、こんなもんでいいんかな。まあ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 。んで？
あとは、ここにあ、あ、電気いっぱいあるやん。吊り下げ案内ボード。横長のれん。のれんね。なるほど、なるほど。ここがね、和食屋さんとかやったら、あの、奥のキッチンにつながるところにね、のれんかけとけばいい感じになりそうやけど。そういう雰囲気じゃないけん。え、どうしよう、どれがいいかな？ホーローって何？でもこれ可愛くない？見えない。全く見えないんだが。とりあえず二つぐらいでいいかな。どこら辺や。この辺でいい感じなんか。で、これもうちょい。こんな感じかな。わからん。これは合ってるのか合ってないのかわからねえな。ちょ、待ってね。なんか違う気がする。ウッドシェード。シンプルなシェード。ウッドペンダントライトは、どうよ。この辺の。ちょっと待って、位置が全然違う。いや、これもこれでなんかすごい安っぽい感じがするね。シンプルぐらいがちょうどいいかな。この辺の。こう、両側に置いて。まあこれぐらいがマシ。マシ。かな。んで、あとは、この辺のは別に。ちょ、待って。床に敷く。ちょっとしたラグ。アイアンな玄関マット。シンプルな玄関マット。この辺なんか赤っぽいので、やったら可愛いのでは。赤とかにできるかな。まあ、できんかったらこれでも大丈夫か。あ、できんね。てか、この辺のはあれかな、もともとの色じゃないといかん感じか。レッドカーペット。レッドカーペットってのはちょっと違うよね。で、これでいっか。じゃあ、奥行こう、奥。通りにくいな。よし、キッチンね。調理場。よし。で、ちょっとここの、壁紙とかやっていこう、先に。壁紙、壁紙、あ。どんな感じかなぁ。モノクロタイル。これは違うね。なんか壁紙とかめちゃくちゃいっぱいあるんよね。あ、この辺のでもさっきのとこよかったかもしれん。ヨーロピアンスタイル。まあ、でも落ち着いたシックな感じにした方、してよかったかな。コンクリート。白レンガ。いや、ここモノクロタイルかな。で、床はテラコッタタイル。厨房。いや、ここはまあ厨房か。なんかすごい白くて嫌だな。白すぎてなんか気になるな。でも、どう？こんなもんなんかな。黒レンガ。もうここはさ、なんか、なんとなく、コンクリートか、モノクロタイルって感じがするよね。モノクロタイルでいっかな。まあ、いっか。んで、キッチン周りちょっと整えていこう。今出とんのがこれ？厨房のコンロってこと？これもコンロなんよね。食洗機いるやろ。で、調理台。狭いな。食洗機もこっちの端っこの方にとって、これ、コンロ。で、アイランドキッチンとかも真ん中にあった方がいいんじゃない？で、スロップシンク。
調理台はアイランドキッチンがあるけんいらんかな。これはこれでいる？いや、いっか。どういう感じだ？こういう向きにしとったらいいんかな。うんうん。んで、あ、フレンチドア冷蔵庫いるか。冷凍庫もいるような気がするけど、ブリキのペール。冷蔵庫。冷蔵庫どの辺かな？こういうところにポンって置いとったんでいっか。よいしょ。で、ブリキのペール。いや、こういうのお客さん側にない方がいいんかな。ま、いっか。ま、いっか。よいしょ。ゴミ袋。んで、燻製マシンとかも置いとく？そしてこの辺のキッチンツール、キッチンスケール。これどうしようかな。この辺とかでいっかな。で、キッチンスケール。で、これ調理のやつね。あの上にもなんか置ける？あ、フライヤー、フライヤーいるんじゃない？あ、そんなとこに置けるん、フライヤー。マジで。これ独立しとんかと思った。違うんや。これなんやろ。チェーフィングディッシュ。なんかあれか、バイキングの時とかにああいうの乗っとるやつあるよね。そういうことかな。と上にさ、鍋とか置きたい。どこだ、鍋とか。これやっぱり調理台いるね。調理台あって、その上に、フライヤーを置けばいいか。この辺、スープジャー。そういうのは外に置くやつだよね。あ、なるほど。バイキングみたいなのも作れるってことか。あ、そういうのも良かったな。ちょ、今更ながら。確かにそういうのもありだな。ちょ、待って、小物小物。フライパン。鍋も置きたいんやけど、鍋ないん。え、ない感じ？なんで？え、あるよね、鍋って。なぜない？ここにはまだ追加されてないとかいうこと？私が見えてないだけか？いや、ないな。なんでやねん。なんでやねん、おい。とりあえず置いて、中華鍋も置いとくか。で、包丁スタンドに、まな板の上のコイ。中華鍋めっちゃでかいね。フライヤー。フライヤーそういうとこに置くもんじゃないと思うけど、まあまあまあ。まあまあまあ、ちょっと待って、まな板の上のコイを。めっちゃな、油散ってきそう。こういう感じで。んで？フライヤーやっぱ置く場所おかしいって。普通にやっぱいらんかな。電子レンジ。電子レンジとかいるんかな？使わんことはないか。解凍とかで使うか。で、置いといて。こんなもんかな？え？こんなもん？時間とか気にした方がいいかな、やっぱり。で、ちょっと時計設置しとこう。時間気にしてね、お客さんに提供するのに。どこや。消火器とかも置いとこう。一斗缶。これ油ってことやろ？んで、あ、違う違う違う、いらんいらん。換気扇、大事。あ、マグネットナイフラック、これも置いとこっか。時間は普通にこのウォールクロックでいっかな。うんうん。オッケーオッケー。で、こっちの上の方やろ？換気扇。で、この辺に包丁置いといて。で、時間はまあこっちの方。この辺とかにかけときゃいいやろ。で、こんな感じ。冷凍庫とかも置いとこっか。なんかあったよね。業務用冷凍庫みたいな。冷凍庫こっちの端っこに置いとこう。あの、冷蔵庫の横に。
庫や。あった、冷凍庫。そう、これこれ。ちょ。うん、こんな感じで。よし、こんな感じでいいでしょう。完成です。あ、待って。待って。完成してない。消火器。消火器。ま、え、え消火、こっちの方とかに置いとくか。で、一斗缶。あ、こっちの方に置いとくか。危ないかな、つったら。こっちの方に置いとくか。よし、こんな感じで。オッケー。進み具合はどうかしら。終わりました。それじゃあ次はここで働いてもらう方を決めましょうか。なるほど。え？料理長。めっちゃみんな振り向く。料理長。料理長太平太って感じかな。そして、見習い。見習い方策めっちゃ似合っとる気がするけど。見習い。うん、見習いは方策でいいかな。レジ係。レジ係はやっぱ可愛い女の子がいいと思うんだ。どう？メリアス。メリアスなぁ。メリアスでもいい気はする。レジ。めちゃくちゃ悩むやつ。ジャスミンとかにせん？店員さん。店員さんは、どうしよっかな。店員さん。気さくな感じの子。そう、レジと店員はね、可愛い女の子二人っていうイメージなんよね、私の中で。メリアス。いや、やっぱ店員ジャスミンかな。で、レジ係が、牧場さんとかにしとく？ま、なんかね、気さくなおばちゃん的な感じでもこんな感じで。オッケー。オッケー。じゃあ、料理長さんたちをお呼びしてくるわね。と、その前に、このレストランに名前をつけない？後で決めることもできるけど、もし考えがあるなら教えてちょうだい。どんな名前かしら？まあ、ああいうなレストランですよね。これレストランまで必要やったっけ？レストランあゆなの方がいい？どっちでもいいかもしれんけど。超どうでもいいかもしれんけど。待って。レ。ラリルレ。ス。と。ラ。うん。オッケー。レストランアイナね。いい名前、いい名前じゃない。これで決定していいかしら。オッケー。オッケー。これで名前も決定。よし。レストラン、レストランアイナ。めっちゃいいやん。お客さんもいっぱい来とるね。よき？ピアノ弾く人がおってくれてもいいんすよ。あ、なんかめっちゃおしゃれやん。いいね、いいね。お、働いてる、調理場。うわー、なんかめっちゃいいね。素敵じゃねえか。でもなんかね、二人だけっていうのちょっと寂しい気がするけど。ね、もうちょっとなんか、いろんな人がいっぱいおってさ、ガタ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 しよるイメージやけど。料理やってる？
料理長さんたちをお連れしたわよ。せっかくだし、お客さんにもお声掛けしといたから。それにしても、いい感じにできたじゃない。きっと写真映えするでしょうね。最後は、さらに記念撮影をするから、あなたの準備ができたら、私に声をかけてちょうだい。OK です。どうしたの？記念撮影しよう。じゃあ、外に行きましょうか。それでは、ただいまよりレストランアイナの記念撮影をします。パチ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 。ありがとうございます。レストランアイナができたことによって、この地域の魅力がまた一つ増えました。この先もどんな風になっていくのか、どうぞご期待ください。では、このレストランアイナのコーディネート担当者からも一言。おめでたいです。ありがとうございます。では最後に皆さんで記念撮影をしましょう。これで、お、いい感じじゃない？いい感じに撮れたと思うんだけど。アイラちゃん、この写真どうかしら？バッチリです。そうよね、バッチリだと思うわ。これにて今回の記念撮影は終了です。皆さん気をつけてお帰りください。これで次はカフェなわけやね。お疲れ、開店初日から大盛況だったわね。どのメニューも美味しそうだったもんな。記念撮影の間、お腹が鳴らないように我慢するのが大変だったよ。オイラもナッティさんみたいに余裕でいられたらよかったんだけど。なってる、お腹。あはは、ずっといい匂いがしてたものね。近いうちにみんなでお客さんとしてレストランへ行きましょう。ごちそうしてあげる。お、いい上司だ。本当に？やった！さすが匠さん。楽しみにしてて。さてと、アイナちゃん。大変なお仕事だった分、しっかりお給料を払わせてもらうわ。ってことで、おー、なんか増えた、また。25,000歩強受けとちょうだい。ベルに変えてくれよ、ベルに。それにしてもお客様たち、すっごく喜んでくださったわね。今更だけど、私たちの仕事って、こんな風に誰かを笑顔にできるのよね。そういうの、最近ちょっと忘れかけてたかも。私も気合い入れ直して、頑張らなくっちゃ。あ、そうそう。まずはレストランから作ったけど、カフェの方もいつでも作れるからね。そっちもあなたにお願いしたいし、作りに行くタイミングは任せるから、都合のいい時に行ってちょうだい。さあ、もっともっと別荘作りを進めれば、他の施設を作る許可も下りるはず。この調子でじゃんじゃん施設をオープンさせちゃいましょう。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？いや、大丈夫です。分かったわ、ゆっくり休んでね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次回はカフェやね、海辺のカフェって言ったし、めっちゃおしゃれになりそう。